HKS 下級商品開発課の橋本です。今回ご紹介するのは GR ヤリス用インタークーラーキットです。 GR ヤリスは純正でも前置きインタークーラーで、純正ではかなり性能がいいのですが、サーキット走行やブーストアップをした際の連続高負荷高回転で吸気温の上昇が抑えられないことが分かりました。ですのでさらにサイズをアップした前置きインタークーラーを開発いたしました。バンパーの開口部が限られているため、横方向、長さ方向では純正と同じサイズにし、段数方向、高さ方向、あとインタークーラーコアの厚さで性能の違いを出すことにしました。今回 GR ヤリス用インタークーラーキットを開発するにあたり、コンセプトとしましたのは冷却性能の向上と圧損の低減という相反する2つの性能をバランスさせることです。今回新型の積層タイプのコアを開発することにより、この2つの相反する性能を高次元でバランスさせることができました。また積層タイプのコアはその構造により重量がどうしても増える傾向にあります。しかし今回材質にもこだわりコアの開発をいたしましたので、このサイズの積層タイプのコアにしてはかなり軽量なコアに仕上げることができました。このインタークーラーキットを開発したことにより、ノーマルからブーストアップ、タービン交換まで含めた高出力な車両にまで対応できるインタークーラーキットができました。このインタークーラーキットを装着することにより、ノーマルインタークーラーから約10馬力のパワーアップが見込めます。またパワーエディターと併用することにより、さらなる出力の向上も図ることができます。また吸入空気温度にしましても、ノーマルから高回転域で20度ほど下げることができました。発売時期は8月末を目指して開発しております。また価格は19万8000円を予定しております。このインタークーラーキットを開発していくにあたり、油温がかなり上がることが分かりました。そのため高効率なオイルクーラーを現在開発中です。ご期待ください。